どうこちゃティスピンです。今日もバーサスレート世界一の解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。いつも通りのテトリス戦ですね。さあ、このツモは開幕 DT4 でしょう。DT4 組んでいく。それに対して相手も開幕 DT4 だ。しかし、ちょっとだけ組み方に違いがありますね。こちらは DT パフェルートから、アミミア4発に行ったが、若干これ S ミの遠いぞ。それに対して、相手は中開けテトリスチックスね。さあ、J ミノの置き水痛いのを見られたか、総裁外される。ちょっと地形辛いが、まあ一応下穴は割と直列で行ってるんで、そこまでたどり着ければなんとかなりそうではあるが、テトリス打ってて、相手が TSD の構え、そこから結構火力作れそうな形ですね。テトリス打たれて、こちら掘りに行くがちょっと刺さってしまう。掘り方ちょっと悪かったっすね。ピッピピッピピッピッ、今のどうだったかな。テトリスかティスピンで間に合わせたかったんだけど、2ライン消しで妥協してしまった分が、致命傷になっちゃったって感じですかね。やっぱりできるだけその火力で相殺しながら、火力で掘っていくっていうのがまあ理想なんで、それができないと、あんな感じにね、自利品になっていくって感じですかね。さあ、掘りで、ジェイミーのまでかな。ジェイミーのまでしっかり掘ってって、しっかり、下がまあ直列まで、直列であるので、そこまでたどり着ければいいといったところだが、相手の火力が高い。さあ、TSD 打っていくか、総裁外されて、即座にテトリス打たれて、ちょっと妥協気味に打ってしまうと、その後辛くなってしまうが、なんとか削ってって、それを総裁外されて TSD、しかし、なんとか T スピンダブル間に合わせて、ここは3ライン消しで削りに行きましたね、今の。まあ、テトリスにしてもよかったんだけど、無難に3ライン消しで、削るルートで、TSD からテトリスからの、ホリレン、T ミノ、L ミノまで繋がるかな、J ミノか。ジェイミーのまでの14号ホリレンのルートで、しっかり刺していきましたね。まあその手前で刺さったけど、仮にそれで刺さなかったとしても、まあ一応まだあるといったところですね。やっぱりまとめて強いな。あんな感じでまあまとめて一気に打つことによって、掘りを間に合わせずに刺すことができるんで。やっぱりテトリスというのは、テトリスというゲームは瞬間火力が非常に強いですね。さあ、これは地形が余裕あるんで、総裁外していきたいところ。さあ、2発目外した。これはなかなか勇気いるが、まあ、悪くないですね。2発分総裁外して、その後の地形的にも、なかなか余裕があるんで、問題なかった。さあ、T スピンシングルですね。こういうところはやっぱりそのシングルにすることによって、後々の火力が作りやすくなるので、と言おうとしたところが、エルミノの置きミスしてしまう。そこにいいリカバリーですね。しっかり T スピンダブルで、上でリカバリーしてって、相手も無難に操作やっててますね。で、中開けてするしで、積んで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 、さあ、これは強い。火力出そうな地形だったが、ちょっと T ミノの置きミスで、火力があまり作れなくなってしまうが、3ライン消し3ライン消しで掘ってってからテトリスだから強い。で、しっかり相手が地形辛いの見て、T スピンシングルだけど、操作外してからテトリス。で、さらに即座にテトリス打って、刺していきましたね。まあ、流れ的には良かったんじゃないかな。しっかりまあ、置きミスも3ライン消しで掘っていたので。3ライン消しはね、割と強いんですよね。2ライン行くんで。穴バラになる確率も高いし、普通に単純に火力が地味に高いっていうのはあります。さあ、パフェ取られる。なんとか DT4 間に合わせて、タイに行ったが、ちょっとこれ右側ちょっと埋めるミノが困っていて、なかなか自利品になってしまう。さあ、一応テトリス自体は総裁回って、当たったけども、ここ操作されて結構辛いぞ。大丈夫かこれ。S ミノで削って、ちょっと掘れるミノではなかったですかね、今の。大ミノで、下穴を埋めて、左側で T スピンダブルすることが一応できたとは思うんだけど、まぁ、ちょっとやっぱりジョブの判断難しいですね、ああいうとこね。ああいうところやっぱりその下穴埋めるっていうのは結構勇気いるんで、どうしても、妥協気味に行くと、ああいう風に迷って、致命傷になっちゃうんですよね。さあ、若干ホールドミスで TV の消費してしまったが、なんとか T スピン間に合わせて、しっかりテトリスまで間に合う。1ハンバーグですね。1ハンバーグで、しっかりエルミの縦置きからテトリス掘りで、相手も継続的に火力を送ってるものの、一応、お互い、地形には余裕ありますね、現状。さあ、無難に操作やって出て、ここっすね。しっかり、高3、4ライン合わせて、できるだけテトリス掘りで掘れるような形を意識しつつ、さあ、ここでまあ、総裁外していきたいといったところだが、
ちょっと、歩みの消費だったけど、まあ、悪くはないか。あんまり、いい手ではなかったけど、まあ、悪くもないですね。今のドネイトは。微妙な感じではあったけど。さあ、TSD から、堀のルートで、歩みのまでかな。そこまで繋がらず、相手も3連止まりだからそこまで繋がってないけども、地形的には、ちょっとだけ不利、いや、5分ぐらいかな。今そこ直列引いたんで5分ぐらいになりましたね。総裁外して TSD。さらにそれを総裁外して TSD から、堀連のルートにはせずに、一回削ってからテトリスにしていきましたね。さあ、TSD シングルから相手テトリス。で、それに対してこちらは、6連までの、3ライン消しなんで強い。さあ、どうだ ?T スピンダブルで総裁当たる。ここも、しっかりテトリスで総裁当てるの重要ですね。こちらも、地形に余裕があまりないので、無難に総裁当てて、しっかり掘っていきたいところだけども、若干地形が怪しい。T スピンダブルにした。TSD から3ライン消しで、平積み体制に切り替えましたね。で、下穴も、まあ、直列で来ているんで、ここで総裁外したい構え、しっかり外してって、テトリスからドネイトで T スピンダブル。相手もなんとか総裁間に合わせたくて結構急いでるけども、しっかり間に合わせないテトリス、ダブルテトリスで刺していきましたね。まあ状況判断的にはよ、結構良かったんじゃないかな。しっかりその直列を引いてる場合は、てかまあ自分、自陣が余裕ある場合は、基本的に総裁外して、まあ相手に火力を送るっていうことできてたし、まあ穴場結構辛い場面だったらしっかり、総裁当てることもできていたので、まあ、状況判断的にはこれは悪くなかったですね。やっぱり、その、もちろん相手見ることも重要なんだけど、相手を見るよりも重要なのが、やっぱりその自分の地形で判断することなんですよね。自分が穴場かなり来てる状態なのに、総裁外しちゃったりとか、直列で来てるのに総裁当てたりとかね、そういうのをすると、刺し切れる場面で刺せなくなってしまうので。やっぱり、しっかり相手にプレッシャー与えること重要ですから、そこら辺の判断をしっかりね、意識配分することが重要になります。もう一つ見ていきましょう。これも DT4 じゃないかな。このツモもおそらく DT4 ですね。それに対して、相手も DT4。さあ、こちらは、一応 DT パフェルートで行くけども、パフェは一応取れる。T ミノ、Z ミノ、L ミノっすね。それに対して相手 Z ミノの置きミスした。パフェ一応取れるけど、まだ掘れそうですね。T スピンダブル、総裁しっかり火力で間に合わせて、しかし有利なのに変わりない TSD テトリスの地形で、相手がちょっと一ライン消し無駄消ししてるとこに、あーっとテトリス間に合わなかったか。まあ、でもテトリス間に合ったとしても、相当有利には変わりなかったですね。若干その無駄消しで、相手が、ピッピッピッピ言ってて、まあ、下ってたんで、そこをまあ、しっかり見ながら、積み込みからの連、掘り連で行こうと思ったけど、結果的にそのまま、一発で刺さりましたね。さあ、中開けテトリス体制で地形はいいぞ。しっかり総裁外していきたいところ、総裁外して T スピンダブル。さあ、さらにここ勇気の総裁外してテトリスいいっすね。あ、こちら地形、結構危ないように見えるけど、相手の方がまあ、どちらかといえば辛いんで、しっかり勇気の総裁外しから、刺しに行った。これはいい判断ですね。まあ、でも、ああいうその強気な総裁外しのデメリットとしては、まあ、ワンミスしたら致命傷になるっていう点があるんですけど、まあ、それはね、まあ、操作に自信は結構あるので、ここら辺の、おっと、なんだ今のは。なんか今ちょっと相手の地形見てたんですけど、なんかエスミノがなんかめり込んでいたように見えたけど気のせいだったかな。あ、ちょっとなんか屋根をつけるというかティフィンしようとしてエスミノ暴発してからなんかエスミノの挙動がなんかおかしかったような気がするが、いやまあ気にせず、次を見ていきましょうか。なんか今ちょっとおかしかったですね。しかし、ちょっとティミノティフィン間に合わずに、てか勘違いしたのかな多分。それで刺さっていきましたね。もう一つ見ていきましょう。このツモは開幕 TSD でしょう。TSD ですね。基本的にまあ、序盤のみの、見れば、何組むかわかるので。それに対して相手が TKI。直列引かれてるんで TSD から強い地形ですね、あれ。TSD から、しっかりと、おっと、ドネイトにして強い地形と言おうとしたところだが、相手致命的な置きミス。それに対して、こちらも強いぞ。6連目のテトリスから7連、8連まで。ウェイトワイティー!
で、刺していきましたね。相手がその、アイミノとエルミノだったかなの2連発で置きミスしていたので、それが後々の致命傷になっていたと。お互いまあ穴は良かったんでね。ミスした方が圧倒的不利になる戦況でしたね。さあ、これはこちらが地形強いぞ。TSD テトリス体制で。さすがにでも総裁は外せないんで、掘っていくところだが、T ミノ、アイミノどこまで繋がるこれ。S ミノ、Z ミノ、L ミノまでか。しかし L ミノまでは繋げず。エルミノはその、後々、掘る、ミノで使いたかったんで、使わない判断ですね。ああいうとこで無駄に使ってしまうと、てか無理に使ってしまうと、総裁外しから刺されてしまうので。さあ、Z ミノ、おっと、Z ミノの置きミスが痛い。なんとか掘れるか、これ。2ライン消しで。あー、エルミノが越えずに刺さっていく。エルミノを今、左側に置きたかったんですよね、横置きで。しかし、ちょっと越えずに、ぐだってしまって、その間に相手の火力、今4ライン攻撃だったかなが来て刺さっていきましたね。さあ、開幕 DT 砲に対し、開幕パフェ済み、パフェ取られる。まあ、DT 砲は、あまり火力を最初に序盤に送る、スピード的にはそこまで速くないので。パフェ済みに対してはパフェ取られますね、基本的には。さあ、若干歩みの遠くて、総裁当てるのが怖いので、ちょっと積んで積んで積んでから、テトリスにしましたね。次に愛のテトリス打ってしまうと、総裁外された時に、速攻で火力を送られて、どうしても愛美のが間に合わないっていう、まあ、リスクというかね、あるんで、できるだけ積んでから、浮きを広くしてから、しっかり打っていくと。まあ、こういうね、細かいところも意外にね、重要になるんですよね。さあ、ティーミのまでのホリレン乗ると、そこに相手が愛美のを置きミスしてしまう。アイミノのテトリスが打てればまだありそうでしたけども、アイミノ致命的でしたね。まあ、一番その致命的なミノ、置きミスのミノっていうのはやっぱりアイミノなんで。なぜかというと、アイミノの置きミスは基本的にはその、アイミノでしかリカバリーができないからですね。縦置きの場合は。横置きの場合はまあ、結構どうにかなるけど、アイミノをテトリス打とうとするときに、アイミノの置きミスしてしまうと、割と致命傷になる確率が高いと言うとしたところだが、こちらも結構痛い置きミスしてしまう。それを総裁外してから、おっと、しかし、相手またアイミノを置きミスして、致命傷でしたね、完全に。右側に持ってこうとしたけども、しっかり、回転が足りなかったのかな、多分。しっかり押し続けながら、右側に押し続けながら、アイの回転させとかないと、結構その、どん詰まっちゃうんですよね、アイミノが。その溝がある場合って。しっかりその、行きたい場所に、行きたい方向に押し続けながら、回転入れをしとかないと、まあね、そういうのでもその、速攻で操作するとどうしても、ね、その、一瞬で設置されちゃうんで、まあ難しいんだけど、まあそういう細かいとこっすね。だからまあ、アイミノの、縦置きっていうか、超えるか超えないかっていう、まあ、瀬戸際の時は、ゆっくりね。できるだけ、まあ、相手が火力作ってそうだったら、急がなきゃダメだけど、割と余裕がありそうな、まあ、今みたいに割と余裕がありそうな場面の時は、ちょっと慎重にやった方がいいということですね。まあ、でも上部だとね、結構やっぱりその、どうしても焦っちゃうから、速攻でやってミスってしまうっていう、まあ、リスクはあるんですけども。まあ、そこら辺はま、慣れといった感じですかね。どうしてもま、ミスしちゃう時はミスしちゃうからね。そこは割り切るしかないけども、できるだけ慎重にやろうということですね。はい、もうこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。